去年2月宇都宮市で時速160キロを超えると見られるスピードで車を運転し死亡事故を起こした男が過失運転致死罪に問われています遺族などがより刑が重い危険運転致死罪の適用を求めていて今日は最高検察庁に要望書を送り訴因の変更を訴えましたこの事故は去年2月14日の夜 宇都宮市下栗町の新4号国道で21歳の被告の男が運転していた乗用車が時速160キロを超えると見られるスピードで前を走る佐々木和忠さん、当時63歳のオートバイに追突し死亡させたとして過失運転致死の罪に問われています。佐々木さんの妻の子さんんのの妻子は 乗用車が法定速度を1キロ超える時速百六十キロ以上で走行し制御が困難なスピードであるとしてより軽の重い危険運転地資材の適用を求めて宇都宮地方検察庁にこれまで要望書や署名を提出しています今日は田恵子さんなどが共同代表を務める全国の悪質な交通事故で家族を亡くした遺族らによる被害者の会が 危険運転致死罪への素因の変更を訴える要望書を最高検察庁の検事総長宛に送りました。要望書には直線道路であるという理由で、一律に危険運転致死罪,罪は適用できないとする検察の限定的な法の解釈を是正してほしいとしています。また、これに関連して現在国において、 法律改正に向けた動きも出てきていますが。被害者の会では、現行の法律を最大限活用して。現在の過失運転致死罪の素因を危険運転致死罪に変更するよう訴えています。被害者の会は要望書を送った後、東京で会見を開きました。 今回、会としては、要望書で、素因変更っていうのを求めてます、それがもう最終的な私のもう今の最大の願いですが、そこがまだかなっておりません、どうしてできないのか、まあ、できないなりの理由があるのか、動いてるのか、どうなってるのか、それすらまだ分かりません。ですのですの皆さんと相談してこういった要望書 ということになりました。私ここも今日はもう3月7日。去年の3月7日に起訴された本当に丸1年経ちました。ですので、節目としてっていうわけではないですけども、こういった形で皆さんにあのお話できるということは、私としてもあのすごく意義があることだと思ってます。